を覚えた時から茶道をたしなみ、特技のお茶聞きではお茶の種類、銘柄を当てる連続正解記録を更新中という恐るべしおもちゃ派なんですね。すごいですね。好きな食べ物は抹茶アイス。好きな飲み物はもちろん抹茶という非常に渋い用事ですが、日々富士の魅力を世に広めるため頑張っちゃいます。ということで、ここで富士商工会議所にお越しの稲田さんよりお話を伺いしたいと思います。稲田さん、よろしくお願いします。大きな拍手でお迎えください。皆さんこんにちは。京都の富士市から来ました、茶々王国の王子ちゃまです。よろしくお願いします。茶々王国の王子ちゃまは、名前にも宇治茶が入っている通りですね、頭にはお茶筅の冠で、背中には大きく茶と書いたマントをつけています。昨年誕生したばかりなんですけれども、初挑戦のゆるキャラグランプリでも23位に選んでいただいて、お気に入りのお茶ぶりが外れる勢いで喜んでます。改修をしていた平等院さんもですね、春には新たな装いでお目見えして、抹茶スイーツのイベントなどもたくさん開催されますので、またぜひ宇治に遊びにいらしてください。王子ちゃまも今かかってるですね、お茶をテーマにした宇治茶大好き大使に任命されているハロープロジェクトの熊井さんと鈴木さんが歌うテーマソングを踊りながらお出迎えしますので、ぜひ遊びにいらしてください。また一日この後も楽しんでください。ありがとうございます。ありがとうございました。富士商工会議所にお越しの稲田さんよりお話を伺いました。大きな拍手をお願いします。